すずめのデイジセカンドシーズン。皆さんこんにちは、すずめです。本日はすずめのデイジセカンドシーズン収録ということで、神奈川県にございますマッサージ仲持ち大店さんにやってまいりました。すずめのデイジセカンドシーズンとは、私が7月7日まで7つの騎士でフリーズを引いて、残念な丼から最高の丼にしようということでございます。本日ですね、お昼からの収録ということで、ちょっと店内の方見たんですが、角の絆が開いてまして、こちらの方を取ってまいりました。まずい状況ではあるんですが、まあ、とりあえずね、ご協力してくださる方も本日もう1名様いらっしゃってますし、なんとか引きでなんとかできるように今日も頑張っていこうと思います。それでは行きます、すずめの定時。バジリスク絆フリーズ引くために頑張りと思います。本日ですね、お昼からの収録ということで、バジリスクチャンス1種類ですね。でも前回ね、ご覧いただいた方は分かるとは思うんですが、ボロクソに負けたのでリベンジだよね。しかもね、今日ね、いつも一緒にうちに行くソロカスの女友達がいるんですけど、その子が朝一絆に行ってフリーズを引いたって報告を受けたんですよ。最近引きがない、負けまくってるって言ってた彼女からその報告を受けちゃうと、なんかね、私もやれる気がするというか、本当に最近私もう調子が悪すぎて、いつも収録が調子いい時はプライベートがダメで、プライベートがいい時は収録がダメでっていうパターンが多かったんですけど、今もうね、絶不調、両方ダメなんで、ちょっとね、それを回復させるために今日はなんとか勝って勢いをつけたいです。あー、どうだろう、泣き物引かせて、お、発展しましたね、連機弱い。まあそうでしょうね、引けねんな、引けねんだな、もう。いや本当、泣き物持ってきて。近い収録ね、絆打つときはね、持ってこよう、巻物を作って。お、当たってた。行きました、はい。今何から行ったんだ、兆候にいてって感じでしたね。何で当たった。おー、養殖。はい、というわけで投資7倍、382ゲーム、青同色です。第7課では2回目ですね。巻き物持ってこい。いやー、生かしたいですね、この同色チャンスを。いけそうかな、どうだろう。残念、まあ、第7課では2するです。いやー今日よ、まだ7杯使って1回も巻き物引いてないからね。誕生行きました。ずっと良かったんだね。さっきのジャックチェリーからです、おそらく。遅かったけどね、だいぶ。よし、これは大丈夫でしょう、もう。うん、よかったよかった、スープ場よかった。うん、これは大丈夫だと信じよう。へい、はい、ヤシャマル、赤ヤシャマル。よかった、はい。というわけでようやくバジリスクチャンスです。スープ場からいったね、青頭。はい、
17対309ゲーム、駿府城からの BC です。この台にとっては3回目のバズリスクチャンスですね。源之助で、まあ、これで AT は確定したわけなんですが、なんとかまあこのバズリスクチャンスにストックとかができたらね、後が楽にはなる。4ベル5ベルはい、というわけで残り 5ベルで激アタッセです。よかった、本日初のバズリスクタイム。京尻これで乗っててほしい。ここに来てよく引くようになった。あ、これ多分乗ってるっぽいね。バジルスクチャンス自体は BC 自体は結構重めではあったんですが、まあね、奇数だったら大いに伸びてくれる可能性はあると思うのでいきましょう。バジルスクタイム、本日初の AT、 また流れず。さあバジルスクタイムです。ここで昨日の私の話をしようかいいですか。昨日ですね、人生初 SM バーに行ったんですよ。なんかいたぞ。さあ44、ちょっと SM の話ちょっと一回止める。そう、そしてですね、昨日その SM バーに行って、星型縛りなる縛り方を教えていただいたので私習得してまいりました。10メートル寸のロープがあればどこでもできるので、もしやってほしい方いらっしゃったら、あのお声掛けいただければぜひロープ持ってきていただいてあ、でも昨日ねラケットぐらいの大きさのムチで叩かせていただいたんですが、すごいいい音するのね。で結構いい音が出たんですよ。そしたらお店のママが、芸能介押してる、お店のママが即採用って、合格って、センスがいいって言われたよし、やった、倒しました。 SM の話したら2セット目。でもなんか聞いたらお姉さんとかもすごいド S とかもお姉さんもいたけど、私がこう話したお姉さんタメで、私はただの変態ですって言ってました。その点に関してはちょっと渡り合えるところがあるかなと。6対6、まあ変態といってもね一概に言えないですから、いろんな方面の変態がいますからね。さあ勝負局中中どうでしょう。厳しいかな。頑張れけんちゃん。残念、2セット78ゲーム307万円の獲得で終わってしまいました。1000枚にはだいぶ遠いね。お、格闘技開始。大丈夫、300枚あったらなんかできるよ。フリーズとかね。アウトーって。セリルが好き、セリルスコ。アルト君、私アルト君に聞いてほしい歌があるの。やべえ、怒られる。バカにしてないよ。ヒットするか。あれ、おい、入った。今のは揃ってなかったけど、あ、入ってたんだね。そして25杯減ってしまったね。結構
またハマってきたからちょっとここらで当てたいです。あ、これ大丈夫だ。てか C だったんだね。まあとりあえず本日4回目の AT、 よかったよかった。さあここは伸ばしたい。天然カモン天之助パシスタイム。あ、今入りが一瞬ワイルダンスに聞こえて何事かと思った。嘘と思って。巻物引いてエフェクトが紫とかレインボーの時はフリーズしますよね。わかんない。体感、うわ44か。体感だからそれが確定なのかがちょっと曖昧ではあるけど、私はそれで引いてきた。さあ、うわ、お甲賀にインポチョかかっとる。よかった。でも謎継続じゃない。ストック、まあ目に見えるストックはしてなかったので継続率がいいのを引いてるのかな。はい、というわけで2セット目、ここで絆広角もらって巻物サクサク引いてっていうのがベストだね。さあ行きましょう、2セット目。何対何、厳しいかな。なんか今日ずっとシナリオテーブル、どっちだシナリオ。お、うん、今日つぶれ、さっきからめっちゃ引く。でも今日なんかずっとシナリオが悪い。膝広角も引けないし、あれ嘘、開け食いにやられちゃった。282万円で終了です。伸びないね。伸び悩んでおります。え、フリーズ引いた。あーマジ、あーえわー、しかもそうです、あの前回ですね、サラリーマン番長を、あ、サラリーマン番長でフリーズを引いてくださった方と同じ方が今回絆でフリーズを引いてくださいました。すごい、イエーイ、わーすごいですね。前回65536を引いて今日5万分の1を引くなんて、わー、もうこれで取れ高もバッチリじゃない。協力をしてくださっている方がなんとサラリーマン番長に続き2期目絆でフリーズを引いてくださったので、私はもう絆は打ちません。新たなフリーズを目指して大移動の方をしたいと思います。よし、どうしよっかね。はい、番長の方に移動してまいりました。現在ですね、25杯投資しております。そして24枚のメダルを持って移動してきました。しかも MB で止まってんの。ベル、ベルが早速ね、行きましょう。いや、絆フリーズすごいな。今日ほら、バー、あ、今日ほら絆でめっちゃ共通ベル引いてたからさ、通常時ベルの引きはいいと思うんだ。すごい連続でベル引いてるよ。凱旋だったかな。いや、もう一人が最初もう一回引いたの。そんなことある。うわー、すごすぎる。紹介以来いきますよ。私本当
でしょ、みんな今日の月の中巻物すら弾けるか分からないあるかな、お願いします。よかったよかった。一個だけ一個だけ鳴った。でもまあ同じ機種でね2回弾いていただけましたが、本当にすごいですよね。とりあえず私は食材4つ目ゲットだぜ。はい、実践終了しました。お疲れ様でした。まず本日の結果発表ですね。私は39杯投資の回収がこちら167枚。ひどいボロ負け。今日はねお昼からの収録ということで、前回に引き続き絆から始め立ち回りをねしたんですが、残念ながらまたボロボロに負けてしまいました。でも今日はですね、ご協力してくださった方がなんと絆の方でフリーズを弾いてくださいました。もう素晴らしかったですね。それではですね、本日は絆のフリーズを弾いてくださったご協力者の方がこの恒例のカードを持ってくださるということなんで、カードお願いします。じゃあ一番出てるか、これなんだろう。あーやったゲットです。回避、まあこれガチだからね、別に本当やらせとかないんですけど、デスソースなくなりました。よかった、一番嫌だったからね。いいやつなんだろうな。一番出てるからこれ、えい、あーフォアグラ。というわけで今回はデスソースがなくなってフォアグラゲットです。やりました、4機種目、はい、というわけでですね、もうまた明後日ですね、収録の方が控えておりますので、そちらでもこの勢いに乗って5機種目ゲットできるように頑張りたいと思います。それでは本日は見てくださってありがとうございました。ラストいきますよ。すずねの定位置4機種目ゲット。はい、皆さんこんばんは、すずずキッチンのお時間です。まあもうすぐすずねの天下一品セカンドシーズンも終わりに近づいているということで、残すところ数回でございます。なのでですね、ここまで作ったお料理の一番美味しかったのと一番まずかった回を、私自分でね作った料理ですが、ナンバーワンを決めたいと思います。ナンバーワンとワーストワンを決めたいと思います。じゃあまずい方からいこうか。ではすずねの天下一品セカンドシーズン、すずねの簡単丼の中で一番美味しくなかった丼を発表します。いきますよ。じゃーん、一番美味しくなかった丼は第5回のハーデス三色丼です。完成です。ハーデス三色丼、まあそうでしょうねっていう感じでしたよね、あの見た目からしてね。まあ案の定美味しくなかったです。特にあのユーカリと、ユーカリじゃないね、ユカリ特にあのユカリと、まあまあ豆腐、下に豆腐だったからちょっとあれだったんですけど、お豆腐とユカリはまあ合わなかったですね、すごく合わなかったです。では美味しかった方のナンバーワンを発表したいと思います。それでは発表します。じゃん、一番美味しかった丼は第11回タンドリーチキン丼です。いけるとこんな感じです。こっちのね、あのタンドリーチキン丼はあのヨーグルトで作るやつですね。ちょっと見た目が美味しくなさそうとか、いろいろ周りから言われたんです。不評だったんですけど、あれ本当に美味しいです。ぜひ皆さん作っていただきたいですね。簡単にできるしなおかつ美味しいので、本当におすすめです。結構自分が作ってきた料理の中でも5本の指に入るぐらい美味しかったんで、ぜひ皆さんあれで丼ね作ってみてください。それでは以上すずずキッチンでした。で残り少なくなりましたが、この後も皆さんぜひすずねの天下一品セカンドシーズンをお楽しみください。それではまた見てね、バイバイ。
今回も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録してね。そしていいねも待ってるよ。そして私の番組グッド数が1000を超えたら、なんとセクシーコスプレも披露しちゃうかも。ということで、ぜひ皆さんグッド押してくださいね。